そっちゃってエビ始まるよ。皆さんこんにちは、そっちゃ TV へようこそ。今日は Excel で左右比較できるカレンダーを作ります。カレンダーの日付や曜日は関数を使って表示させます。また土曜日や日曜日のフォントの色やセルの塗りつぶしは条件付き書式を使って設定します。関数を使うことにあまり慣れていない方は少しややこしいと感じるかもしれませんが、こちらの動画をご覧になって途中で止めながらで構いませんので、ゆっくりと一緒に練習をしていきましょう。それでは参りましょう。スタートボタンをクリックして、すべてのアプリから Excel を起動しましょう。 Excel が起動しましたら空白のブックをクリックします。準備としてページレイアウトタブをクリックします。サイズは A4、 印刷の向きは縦、余白は一番下のユーザー設定の余白をクリックします。ページ設定ダイアログが表示されました。余白タブをクリックします。余白に入力されている数字はすべて消していただいて、上は1、左も1、下も1、右も1、ヘッダーは0、フッターは0、ページ中央の欄の水平のチェックボックスをクリックしてチェックを入れましょう。ここまでできましたら OK ボタンをクリックします。ページ設定ができましたので、これから入力をしていきましょう。画面は分かりやすいように表示倍率を変えていきます。それではセル C-2 をクリックします。入力モードは半角英数モードになっていることを確認しましょう。なっていなければキーボードの半角全角キーを1回押して A 半角英数モードにしておきましょう。ではセル C-2、 こちらには2023と入力します。できましたら次にセル D-2 をクリックします。こちらには2と入力します。できましたらエンターキーを押します。続いてセル C-3、 こちらをクリックします。ここには年と入力します。キーボードの半角全角キーを1回押して日本語入力のモードに直しておきましょう。ではこちらに年と入力します。できましたら続いてセル D-3、 D-3、 こちらをクリックします。ここには年月の月、月と入力します。できましたらエンターキーを押します。続いてセル C-2 からセル D-3 を範囲選択します。ホームタブより閉じをクリックします。続いてセル C-3 からセル D-3、 こちらを選択します。ホームタブより配置グループの右揃えをクリックします。文字が右に移動しました。できましたら何もないところでクリックして選択を解除します。次にセル C-2 からセル D-3 までもう一度範囲選択をします。フォントグループより罫線ボタンの外枠をクリックします。できましたら何もないところでクリックして選択を解除します。2023年2月のところが四角で囲まれました。次にセル C-5 をクリックします。こちらには日付と入力します。次にセル D-5 をクリックします。こちらには曜日と入力します。続いてセル E-5 をクリックします。ここにはメモと入力します。メモはカタカナのメモです。
できましたらエンターキーを押します。続いてセル B6 をクリックします。入力モードは半角英数モードに切り替えましょう。こちらには1と入力してエンターキーを押します。再びセル B6 をクリックして選択します。セル B6 の右下角に小さな緑の四角、ミルハンドル、こちらにマウスをぴったりとポイントして、マウスの形がこのように少し太めのプラスに変わりましたら、マウスの左ボタンを押したままセル B36 までドラッグしていきます。できましたらマウスを離します。1111と1が連続して表示されています。この状態でセル B36 の右下の角にオートフィルオプションが表示されています。こちらをクリックしましょう。この中から連続データをクリックします。そうしますと先ほどの111という1が並んでいたところが1234と連続で表示されて31まで表示されました。ここまでできましたら何もないところでクリックして選択を解除します。次にセル C6、 こちらに日付を入れていきます。今回は関数を使っていきます。数式タブをクリックします。日付スラッシュ時刻、こちらの右側の下向きの矢印をクリックします。いろいろな関数が出ているのですが、この中の一番上のデート、 DATE と書かれた関数、デート関数、こちらをクリックします。関数の引数ダイアログが表示されました。年月日と表示されています。この年の右側にあります白いボックス、こちらをクリックしてカーソルをチカチカさせましょう。できましたらセル C2 をクリックします。クリックしますとこの年のところに C2 と入力されます。この状態でキーボードの F4 キーを1回押します。そうしますとドル C ドル2というふうにドルマークが2つつきました。次に月月の右側の白いボックス、こちらをクリックしましょう。カーソルをチカチカさせましたら、今度はセル D2 をクリックします。月の右側の白いボックスに D2 と入力されました。続いて先ほどと同じようにキーボードの F4 キーを1回押します。そうしますとドルマークが入りまして、ドル、デー、ドル2というふうに表示されました。次に日の右側の白いボックスをクリックしてカーソルをチカチカさせましょう。ここにはセル B6 をクリックします。ここではキーボードの F4 キーは入力せずにこのままにしておきます。できましたら OK ボタンをクリックします。画面のように2023年2月1日というふうに表示がされました。これで日付が入ったということになります。今画面では2023年2月という表示もありますので、こちらの2023年2月この部分ですね、2023スラッシュ2スラッシュの部分は表示をしなくても良いかと思いますので、こちらを1だけにしていきます。日付のデータは変わらずに、表示だけを日だけを表示させるということをしていきます。
ではホームタブをクリックします。通知グループの中の日付というところの右側の下向きの矢印をクリックします。こちらは数値の書式が入っているんですね。こちらをクリックします。この中からその他の表示形式をクリックします。セルの書式設定ダイアログが表示されました。表示形式タブをクリックします。分類の中で今日付が選択されているかと思います。この状態で一番下のユーザー定義、分類の中の一番下のユーザー定義をクリックします。そうしますと右側の表示が変わります。サンプルというところに2023/2/1というふうに表示されています。セル C-6 に表示されているものと同じものが出ています。このすぐ下に種類と書かれています。この種類の下にはアルファベットで YYYY/M/D と書かれています。この Y は年にあたるところ、 M は月にあたるところ、 D は1にあたるところになります。今回は1だけを表示したいので、この例のすぐ左をクリックします。カーソルがチカチカしましたらバックスペースキーで消していき、 D だけを残します。サンプルのところで1と表示されていますか。サンプルのところで1が表示されていれば、1の日にちだけがこのセルに表示されるということになります。 OK ボタンをクリックします。セル C-6 には1が表示されました。ではこの状態でセル C-6 の右下にあるフィルハンドル、こちらにマウスをぴったりとポイントします。マウスの形がこのように少し太めのプラスになりましたら、ここでダブルクリックを行います。そうしますと画面のように数字が連続で入っていきます。これは2023年2月1日からの日付が表示されています。2023年の2月は28日までしかありませんので、28日の次は3月の1日、2日、3日の123が表示されています。この123は今回は消さずにこのまま残しておきます。ではできましたら一度何もないところでクリックして選択を解除します。次にこの2023年2月1日の曜日を表示させます。セル C-6 をクリックします。この関数がきちんと入っていることを確認します。続いてセル D-6 をクリックします。ここではやはり関数を使っていきます。数式タブをクリックします。文字列操作関数、こちらの右側の下向きの矢印をクリックします。この中にこれもたくさんの関数があるのですが、下の方にありますテキストという関数、こちらをクリックします。関数のテキストダイアログが表示されました。ではこのテキストのエリアの値と書かれているところの右側の白いボックスをクリックしてカーソルをチカチカさせましょう。できましたらセル C-6 をクリックします。
C の6をクリックしますと、この値の右側の白いボックスに C6 と入力されました。続いて、その下の表示形式と書かれているところの右側の白いボックスをクリックします。カーソルをチカチカさせましたら、ここにはアルファベットの A、これを3つ入力します。A、A、A。画面のように A が3つ並びました。できましたら OK ボタンをクリックします。そうしますと、2023年2月1日は水曜日ということで、水曜日が水曜日の水という文字が表示されました。ここまでできましたら、セル0の6の右下のフィルハンドル、小さな緑の四角です。ここにマウスをぴったりとポイントして、マウスの形がこのように少し太めのプラスになりましたら、ダブルクリックします。そうしますと、日付のところ隣にすべて曜日が入りました。できましたら何もないところでクリックして選択を解除します。ここまではよろしいでしょうか。ここから整えていくよ。それでは次に土曜日と日曜日のセルのフォントとセルの塗りつぶしの設定をしていきます。それではセル C の6をクリックします。ホームタブより条件付き書式の下向きの矢印をクリックします。新しいルールをクリックします。新しい書式ルールダイアログが表示されました。ルールの種類の中から一番下の数式を使用して書式設定をするセルを決定、こちらをクリックします。続いてルールの内容を編集してくださいというエリアには次の数式を満たす場合に値を書式設定と書かれたすぐ下の細長い四角、こちらをクリックしてカーソルをチカチカさせます。できましたらセル0の6をクリックします。セル0の6をクリックしますと0の6の周りが緑の点線で囲まれます。さらにこちらにイコールドル0ドル6と表示されます。今回はこのドルマークを外します。キーボードの F4 キーを1回2回3回押しますとドルマークが消えます。直接バックスペースキーなどでドルマークを消していただいても構いません。続いてセル0の6、入力されている0、6の右側にイコールを入力します。入力モードが半角英数になっていることを確認してください。シフトキーを押しながらイコールを入力します。続いてシフトキーを押しながらキーボードの2番、こちらを押しますとダブルクォーテーションが入ります。続いてキーボードは半角英数モードから日本語入力モードに直します。こちらには土曜日のドと入力します。土曜日のドが入力できましたら再び半角英数モードに変えていきます。キーボードの半角全角キーを押してモードを変えてシフトキーを押しながら2番ダブルクォーテーションを入力します。ダブルクォーテーション、ド、ダブルクォーテーションというふうになっています。これはセル0の6が土曜日のドと表示されていたらということになります。続いてその下のプレビューと書かれたところの右側に書式のボタンがあります。
書式のボタンをクリックしましょう。セルの書式設定ダイアログが表示されました。この中からフォントタブをクリックします。フォントタブをクリックしましたら、この画面の中ほどに色というところがあります。色のところは今自動と表示されているかと思います。自動と表示されているところの右側の下向きの矢印をクリックします。この中から標準の色の青をクリックして選択します。文字の色が青になるよという設定です。続いて塗りつぶしタブをクリックします。背景セルの色を決めていきます。今回はこの中から上から2行目の右から2列目のこちらの薄い青、これをクリックします。クリックしますと下の方のサンプルにこのような色になるよという見本が表示されます。ここまでできましたら OK ボタンをクリックします。新しい書式ルールダイアログに戻りました。プレビューを見ていただきますと、このような見本が表示されます。できましたら OK ボタンをクリックします。画面では何も変わっていません。セル C の6は2023年2月1日。2月1日は水曜日ですので、今回の条件には合っていないので、色は変わりません。それではセル C の6の右下の緑のフィルハンドルにマウスをぴったりとポイントして、マウスの形がこのように少し太めのプラスになりましたら、ダブルクリックをします。そうしますと、土曜日のところだけフォントが青、セルの塗りつぶしが薄い青に変わりました。できましたら続いて今度は日曜日のところの設定をしていきます。もう一度セル C の6をクリックします。ホームタブより条件付き書式の下向きの矢印をクリックします。新しいルールをクリックします。新しい書式ルールダイアログが表示されました。数式を使用して書式設定するセルを決定、こちらをクリックします。ルールの内容を編集してくださいのすぐ下の次の数式を満たす場合に値を書式設定のすぐ下の細長い四角、こちらをクリックしてカーソルをチカチカさせましょう。続いてカーソルがチカチカしましたら、セル0の6をクリックします。セル0の6をクリックしますと、こちらにイコールドル0ドル6と表示されます。またドルマークを消していきますので、キーボードのF4 キー、こちらを1回、2回、3回押すとドルマークが消えます。続いてシフトキーを押しながらイコールを入力します。さらにシフトキーを押しながら2番ダブルクォーテーションを入力します。次にキーボードの半角全角キーを1回押して入力モードを日本語アにしていきます。こちらには日曜日の日と入力します。できましたら続いて入力モードを再び半角英数モードに変えます。キーボードの半角全角キーを1回押します。入力モードが半角英数モードに変わりましたら、シフトキーを押しながら2番ダブルクォーテーションを入力します。画面のようになりましたら、プレビューのところの右側の書式ボタン、こちらをクリックします。セルの書式設定ダイアログが表示されました。フォントタブをクリックします。この中の中ほどの色の自動と
書かれているところの右側の下向きの矢印をクリックします。標準の色の赤をクリックします。本当の色が赤に変わりました。プレビューのところが赤になっています。続いて塗りつぶしタブをクリックします。背景色の設定をしていきます。こちらは上から2行目の右から5列目、こちらをクリックします。サンプルでこのような薄いオレンジのような色が表示されています。できましたら OK ボタンをクリックします。プレビューがこのようになりましたら OK をクリックします。2023年2月1日は水曜日ですので、やはり今回も色は変わりません。ではこの状態でセル C の6の右下の緑のフィルハンドル、こちらにマウスをぴったりとポイントします。マウスの形がこのように少し太めのプラスになりましたらダブルクリックをします。そうしますと今加えたルール、日曜日が赤ですね、こちらのルールが適用されまして、日曜日のところは赤に変わりました。できましたら何もないところでクリックして選択を解除します。続いて曜日のところも同じように設定していきます。今度は表示されているこの文字で判断していきます。セル D の6からセル D の36を選択します。ホームタブより条件付き書式の右側の下向きの矢印をクリックします。この中のセルの強調表示ルールにマウスをポイントします。そうしますとさらにメニューが出てきます。この中の文字列と書かれているところをクリックします。文字列ダイアログが表示されました。次の文字列を含むセルを書式設定と書かれているところのすぐ下の細長い四角、こちらをクリックしてカーソルをチカチカさせましょう。ではこちらには土曜日の土と入力します。入力モードは半角英数モードから日本語に変えていきます。ではこちらに土曜日の土と入力します。そうしますと今自動的に赤い文字が入りました。こちらは色やセルの塗りつぶしの色も直していきます。書式と書かれている右側に濃い赤の文字、明るい赤の背景と自動的に書かれていて、今これが反映されている状態です。こちらを直していきます。濃い赤の文字、明るい赤の背景の右側の下向きの矢印をクリックします。ユーザー設定の書式、一番下にありますユーザー設定の書式をクリックします。先ほどと同じ書式設定をしていきます。フォントタブをクリックします。色の自動と書かれている右側の下向きの矢印をクリックして、標準の色の青をクリックします。続いて塗りつぶしタブをクリックします。背景色は上から2行目の右から2列目のこちらをクリックします。できましたら OK ボタンをクリックします。さらに OK ボタンをクリックします。 C 列の書式設定と同じフォントの色と塗りつぶしの色の設定がかかりました。続いて日曜日も同様にやっていきます。範囲選択は解除せずに条件付き書式の右側の下向きの矢印をクリックします。セルの強調表示ルールにマウスをポイントします。このまま右にスライドして文字列をクリックします。文字列ダイアログが表示されました。
次の文字列を含むセルを書式設定のすぐ下の細長い四角、こちらをクリックしてカーソルをチカチカさせます。ここには日曜日の日と入力しましょう。続いて書式の右側を見ていただきますと、今濃い赤の文字、明るい赤の背景になっていますが、こちらも直していきます。右側の下向きの矢印をクリックします。ユーザー設定の書式をクリックします。セルの書式設定ダイアログが表示されました。フォントタブをクリックします。色は自動から右側の下向きの矢印をクリックして、標準の色の赤をクリックします。続いて塗りつぶしタブをクリックします。背景色は上から2行目の右から5列目、こちらをクリックします。サンプルにこのような薄いオレンジのような色になりましたら OK をクリックします。文字列ダイアログに戻りました。また OK ボタンをクリックします。そうしますとこのように日曜日も C 列と同じ設定が入りました。できましたら何もないところでクリックして選択を解除します。続いてその他の書式設定をしていきます。列 A をクリックします。ホームタブよりセルグループの書式の右側の下向きの矢印をクリックして、列の幅をクリックします。セルの幅ダイアログが表示されました。列の幅に入力されている数字は消していただいて、こちらには2と入力して OK ボタンをクリックします。列の幅が狭くなりました。続いて列 C、 こちらを選択します。列 C と列0の間にマウスをポイントして、マウスの形がこのようになりましたらダブルクリックを行います。列幅の自動調整の機能が働いて列幅が狭くなりました。同様に列 D、 こちらも自動調整をしていきます。列 D と列 E の間にマウスをポイントして、マウスの形がこのようになりましたらダブルクリックを行います。そうしますとこちらも自動調整が働いて列の幅が狭くなりました。次に列 E をクリックします。列 E をクリックしましたら、ホームタブよりセルグループの書式の右側の下向きの矢印をクリックします。列の幅をクリックします。列の幅、こちらは26と入力します。できましたら OK ボタンをクリックします。メモ欄が広くなりました。できましたら何もないところでクリックして選択を解除します。続いてセル C の5からセル E の36までドラッグして選択します。ホームタブより罫線ボタンの下向きの矢印をクリックして格子をクリックします。カレンダーの格子が入りました。できましたら何もないところでクリックして選択を解除します。続いてセル C の5からセル E の5を選択します。ホームタブより閉じを設定します。さらに配置グループより中央揃えをクリックします。次にセル C の6からセル D の36まで選択します。こちらも表示の設定と配置グループより中央揃えの設定をかけていきます。配置が整いました。できましたら何もないところでクリックして選択を解除します。
面の表示倍率を下げて全体が見えるようにしていきます。列 F をクリックして列 F の列幅も変えていきます。ホームタブよりセルグループの書式の下向きの矢印をクリックします。列の幅をクリックします。セルの幅ダイアログに表示されている列の幅は消していただいて、こちらには2と入力して OK ボタンをクリックします。できましたら何もないところでクリックして選択を解除します。続いて列 B から列 E をドラッグして選択します。ホームタブよりコピーをクリックします。列 G をクリックします。ホームタブよりセルグループの挿入の下向きの矢印をクリックします。コピーしたセルの挿入をクリックします。そうしますと列 B から E までがコピーされました。何もないところでクリックして選択を解除します。さらにキーボードの一番左上の ESC というエスケープキー、これを1回押して緑の点線を解除します。これでカレンダーが2つできました。画面はもう少し拡大していきます。2023年2月のカレンダーがもう1つできましたが、こちらの右側のカレンダーは2024年の2月にしていきたいと思います。まずセル H の2をクリックします。2023ですが、これを2024に変えます。 H の2が2024に変わりましたが、カレンダーは何も変わりません。ここで変わるように修正をかけていきます。表示倍率をまた少し大きくしていきます。セル H の5をクリックします。 H の5の数式バーに書かれている関数、こちらを直していきます。今ドル C、ドル2、ドルでドル2と書かれていますが、こちらは先ほど設定をしたこちらの2023と2月、これを見ているということになります。今回はこの H の2と I の2を見たいので、こちらを直していきます。では C の部分を H に直します。 C とドルマークの間をクリックします。カーソルがチカチカしましたらバックスペースキーを押します。入力モードが半角英数モードになっていることを確認します。なっていなければキーボードの半角全角キーを1回押します。ではこちらに H と入力していきます。シフトキーを押しながら H と入力します。次にこの D という文字を I に変えていきます。 D と右側のドルマーク、こちらの間をクリックして画面のようにカーソルをチカチカさせます。できましたらバックスペースキーを1回押して、ここにはシフトキーを押しながら I と入力します。こちらの G の6、これは何もしなくて大丈夫です。できましたらカーソルを一番右でクリックしてエンターキーを押します。今セル H の6は
1日ですので日付は変わらないのですが、曜日が木曜日に変わりました。では LH の6の右下のヒルハンドル、こちらにマウスをポイントします。マウスの形がこのように少し大きめのプラスになりましたら、ダブルクリックをしていきます。そうしますと同じ日付ですが2024年のカレンダーに変わりましたので、2024年はうる年があります。29日が入りました。さらに曜日も変わりました。条件付き書式で設定をした土曜日と日曜日のところもちゃんと変わっています。これで2年比較することができます。こちらは2024年にしましたが、もっと先の2025と入力しても変わります。また2023年、同じ2023年の3月と入力すると、来月2月の次の月のカレンダーが表示されます。このように2つ比較できるカレンダーができました。では最後にこちらの B 列と G 列、こちらの数字は非表示にしておきましょう。列 B をクリックしてコントロールキーを押しながら列 G をクリックします。ホームタブよりセルグループの書式の下向きの矢印をクリックします。表示設定の中の非表示・再表示のところにマウスをポイントして、この中に列を表示しないというものがありますので、これをクリックします。そうしますと非表示になりました。画面を見ていただきますと、列番号が ABC という連続ではなくて AC というふうに一つ飛んでいます。ここは B が隠れているという状態です。同様に FH というふうに飛んでいますので、ここには列 G が隠れているということになります。できましたら何もないところでクリックして選択を解除しましょう。これで左右比較できるカレンダーができましたが、こちらを1枚に収めて印刷したい場合はファイルタブをクリックして印刷をクリックします。画面右側のプレビュー画面で1枚に収まっていればこのまま印刷ボタンを押していただければと思うのですが、もし収まっていない場合はこちらの拡大縮小なしの右側の下向きの矢印をクリックします。この中からシートを1ページに印刷をクリックしますと、自動的に縮小がかかって1枚に収まるようになります。印刷をするときはこちらも使っていただければと思います。はい、これで左右比較できるカレンダーの完成です。お疲れ様です。左右比較できるカレンダーは上手にできましたでしょうか。今回は関数を使って日付と曜日を表示させるようにしましたので、年月を入れるだけでカレンダーが表示できるという便利なものになりました。左右比較するカレンダーの使い方は様々ですが、例えば今年の2月の予定や実際に行ったことをメモ欄に入力して保存しておいて、翌年にこのファイルを開いて去年の内容をもとに今年の計画をするといったようなこともできますね。また単純に来月の1日は何曜日かなというふうに確認するというだけでも利用できるカレンダーにしてあります。いろいろと年月のところを入力してカレンダーの動きを確認してみていただければと思います。
はまたお会いしましょう。ありがとうございました。嬉しい、楽しい、アソチャテレビ、また見てね。